はい、ということでこんばんは、今日はですね、なんとこちら先と亭から、動画をね撮っていこうかなというふうに思います。はい、こんばんは。こんばんは。はい、ですね、5月の21日にですね、ブレイキングダウン8がですね、迫ってまいりました。試合まであと6日ですね、試合まであと6日っていうことなんですけれども、今回もねまた、山川早期出させていただきます。本当にですね、視聴者の方々のおかげで、僕は出れると思うので、本当にね投票してくださった方、本当にありがとうございます。その他ですね、ブレイキングダウン8で、まあ、スポンサーになってくださった方々だったりとか、いろいろご協力をねしてくださった方々、本当にありがとうございます。はい、まあ、今回もう僕は試合出るのもう5回目ですね。はい、で、うん、僕とさきさんが一緒に出るのはもう4回目ぐらいですもんね。4回目。はい、こんなにすごい大会を5回、4回出れるってなかなかないと思うんで、本当にですね、まあもう相変わらずすごくない？ブレイキングの4からでしょ。4からですね。4から出ての生き残ってる人っていうかさ、今も出続けてる人ってさ、コメオくんと、そうですね、僕とコメオさんが、まあ、4から4勢ですね。でもいない、それ以外他はその瓜田さんとか、瓜田さんは、まあ、そうですね、4の時にはもうひな壇座ってて、で、あと川島くんとか1回目からずっと出てる。なんで本当にね、まあたまに自分でも思います、あのなんで出れてるんだろうって思うんですけど、でも本当にね、これはあの、まあ、自分で志願して、であの視聴者様に支えていただいてるおかげだなっていうふうに思ってるので、本当にね、僕は運よく出させていただいてるなというふうに思っております。本当にありがとうございます。はい、で、まあ、今回ですね、対戦相手となる方が西島恭平選手っていうね方と今回試合をさせていただくんですけれども、空手の世界チャンピオンで、でなおかつ K1 甲子園、 K1 カレッジがなんかの、大会に出てですね、そこで準優勝という感じで成績を残してまして、まあ言ったらほとんどプロというかプロですね。はい、ということで、まあ本当にちゃんとバチバチやってきてるプロの方だと思うんで、そういう方と試合できるのはね非常に嬉しく思います。まあ言ったらブレイキングダウンのコンセプトは、まあ素人が、1分間だったらプロにも勝てるんじゃないかみたいなね感じのコンセプトで、試合をね組まれることが多いんですけれども、まあ今回僕はまたその形にねなれるんじゃないかなというふうに思っております。はい、西島選手空手出身ということでね、僕もですねこう少林寺拳法出身なので、まあ今回は空手 VS 少林寺拳法の戦い、多分蹴りの得意な選手だと思うので、もう普段僕が練習している方もよく蹴ってくるんでね、はい、まあそういう感じで今回もね挑めればいいかなというふうに思っております。はい、ブレイキングダウンね、もう僕5回目になるんですけれども、本当にまあ言ったらどっちかって言ったら多分古参になると思うんですよね。だよね、だいぶ、そうなんですよ、本当に数多く出させていただいてもう感謝しかないんですけれども、まあ一番最初はねブレイキングダウン正直こんなにねあのでかい大会になるなんて全然思ってなくて、まあ言ったら僕の格闘技人生の、まあ、ちょっと手始めにというか軽く気軽に出れる大会だったらいいなみたいな感じのノリで出たんですけど、もうあれよあれよとねすごい人気を博してきて、もう本当に数を追うごとにすごい規模のでかい大会になっていって、半年ぐらいですかね出させてもらって感慨深いなっていうふうに思うと同時に、まあ、自分の実力も、まあ、着々とやっぱりね大学を卒業した時よりかは全然ねレベルも変わってきてると思うんですけれども、競技レベルもねどんどん上がってって、まあ、強い人たちがね続々と増えていって、すごいね僕自身も出場してて楽しい大会だなっていうふうに思ってます。ブレイキングダウンを出た当初は自分のね最終目標みたいなところをライジン出場っていうふうにしていたんですけれども、まあ、正直そこの夢っていうのはぶっちゃけ今でも変わってなくて、ブレイキングダウンの選手がライジンに出たいっていうとめちゃめちゃね
ドチャクソ叩かれるんであんまりね最近は言わないようにしてたんですけど、でも先日のねあのミクレさんの試合だったりとかカイさんの試合をね直接会場で見てって、やっぱ超一流の人たちしかあの場には立てないですし、それがねやっぱすごいなって思って、多分一番最初にホストをやるっていう風になった時にあれ格闘技目指してたんじゃないのっていう人とか、ちょっとあれ乗れないっていう風になった人もいると思うんですけれども、まあホストっていうねお仕事を、まあ、あんだけね土着層に叩いて、であんだけ言ってあれ急にじゃあ夜のお仕事をホスト始めますって言って、あれなんか急に山川乗れなくなっちゃったぞ、なんか格闘技を頑張ってる山川を応援してたっていう方もねすごい多いと思うんですけれども、まあなんかそこの根底の部分、その根底の部分っていうのは僕未だに変わってなくて、やっぱり格闘技を本気で頑張りたいっていう気持ちが一番あって、でそこでやっぱ格闘技だけじゃねご飯ってもちろん食えないんですよ、スポンサーの方に応援していただいてるとか、もちろんねアルバイトをしたりとかそういうのでやっぱり食いつないでいかないといけないっていう部分で、でそこで僕はサヒさんに頼み込んでトップランディで、そうですねやらせてくださいっていう話をさせてもらって、でまあ言ったら本当アルバイトみたいな感覚で最初は始めさせてもらったんですけど、まあその、まあ、やっていくうちにですね自分のやっぱ知らない世界なんかもね見えてきて、今ではね本当にすごいきらびやかな世界で、当時僕がね土着層に言ってた人たちっていうのはなかなかねいないんだなっていうふうに思いました。詳しくはですね僕ホスト TV っていうね動画に取り上げていただいたので、ちょっとこちら見てもらえればね非常に嬉しいなっていうふうに思うんですけれども、まあっていうねいろいろ紆余曲折もありながら今ね格闘技に対して向き合っております。なんか最近はちょっと意気消沈している部分があったと思うんですけれども、まあやっぱり自分の中のルーツっていうか思いみたいなものはあんまり変わってなくてですね、格闘技で、まあ多分日本でね今一番でかい舞台っていうのは雷神だと思うんで、そこをね目指して頑張っていくっていうのは今でも変わっていないです。でなおかつ自分がねあんだけ偏見でズタズタに言ったホストっていうね世界を見てみて、で自分の中でもね思想がいろいろ変わってったんで、こっちの世界でもねしっかりと頑張ってって、まあねサキさんも目標でね言ってたんですけど、こう夜のお仕事やってる人たち、ホストやってる人たちだったりとか、その他いろいろね歌舞伎町で働いてる人たち、なんか世間のイメージを変えたいっていうことだと思うんですけれども、まあそこのねまあ一部分に僕も一役買わせていただければ、嬉しいなというふうにも思ってますし、夜でも働いつつもしっかりと格闘技でも実績出せるし、なんかその他、もういろいろなねことを全部成功させてやろうかなって思ってるんで、そこの自分というね一人間としての魅力を、まあ、出せればいいなっていうふうに思ってるんで、ぜひ今後ともねブレイキングダウンを見てる方々は応援していただけると非常に嬉しく思います。はい、ということでですね、5月21日ですね、あと6日後に、試合があるんですけれども、西島選手非常にね強い方で、空手一本でやってきてる人だと思います。今はねガソリンスタンドで働いているのかなね、頑張っているみたいですね。はい、まあ頑張ってるっていう境遇はね形は違えど僕も同じような感じだと思ってるんで、まあ同じ穴の無地なというか、そんな中でね、まあ軽量級なんで、スピーディーにね、もう迫力のある場所押しの試合できればいいなというふうに思っております。はい。なんで、5月21日、13試合目にね、僕試合ありますんで、ぜひ見ていただければ非常に嬉しく思います。ということで、この動画がいいなと思った方は、高評価、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。あとね、コメント、頑張れとか書いてくれると非常にね、僕の励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。